私の生まれ故郷は山に囲まれた広くも狭くもない町で、ど田舎ではないけど都会でもない。観光に来られても売りがない。私は三人兄弟の真ん中で、金持ちでも貧乏でもない親にほったらかされてすくすくと育ち、県内普通レベルの女子校をもうすぐ卒業する。グラヌール美容専門学校の提供でお送りします。東京？ああ、来週から。それは出張ではなくて転勤。本社から急にお呼びがかかってね。参ったよ。そんなの嫌。でも待てよ、東京なら新幹線で2時間だし、どうせ今までだってたまにしか会えなかったんだし。寂しくなるな、奈々ちゃんに会えなくなるのは。今まで楽しかったよ、ありがとう。それは1999年7の月より4ヶ月も早く、恐怖の大王が私めがけて落ちてきた。分かってはいたのだ、この恋に所詮未来なんかない。でもこんないきなり、そんなあっさり、バカバカしくって涙も出ないよ。泣いてるじゃん。だってスーちゃん、だからやめとけって言ったのに。女子高生の分際で不倫の恋なんて。不倫とか言わないで、変格祭から。じゃあ変更。私は浅野さんからお金なんか一銭ももらってないもん。バカだね、たんまりもらっとけよかったのに。やり逃げされて。ちゅーちゃん、やり逃げって。嘘だよナナ、あんたがあの男に本気だったのはちゃんとわかってる。ちゅーちゃん、でも向こうはコギャルにしか思ってなかったんだね。コギャル、私のどこが。親父からすりゃ女子高生は全員コギャルでしょ。浅野さんは親父じゃないよ。女子高生からすればスーツ着てんのは全員親父だよ。なんで私ってこう何をやってもうまくいかないんだろう。大体ナナなんて名前が不吉なんだよ。ノストラダムスの予言に出てくるし、呪われた運命っていうか。いや、あんたがたとえハチとかでも奴は東京へ行くと思うけど。決めた、行こう。え、東京？駅前の新しい美容院、次の恋に向けてコギャルに見られない髪型にするの。でももう今日で卒業だし、どうせコギャルじゃなくなるよ。嘘、卒業式始まってるよ。ちゅんちゃん、やっぱ。思い起こせば、私の高校生活は恋に始まり恋に終わったと言っても過言ではないでしょう。出会いなんてないと落胆して入った女子校で、美術の岡本先生に一目惚れし、同じクラスで仲良しになった純ちゃんと美術部に入りました。おかげで絵を描くのは大好きになったけど、1年後彼は別の高校へ去っていきました。次の出会いは家の近所のレンタルビデオ屋のおしゃれな中村さん。ある日思い切って話しかけたら、
冷たくあしらわれてしまいました。それからバイト先のファミレスの渋い川崎さん、宅配ピザを届けてくれた爽やか吉田さん。でも出会いはあるものの、なぜだかいつも空回りで、きっと自分に魅力がないせいだと思い、ダイエットを始め、次はもっとじっくり知り合ってから恋をしようと反省したのもつかの間。それは高3の夏の始まり、とうとう彼に出会ってしまったのです。君どうしたんだ、大丈夫？あ、すいません、大丈夫。顔が真っ青じゃないか。浅野隆、かっこ29歳かっこ閉じ。今思うと偽名かもしれないし、年も差が読んでたかもしれないけど、一目惚れでした。ダイエット？はい、それで時々めまいが。そんなことしなくても十分可愛いのに。可愛い？よく一人で映画館来るの？はい、映画は好きです。でも一人で見るのが好きっていうか。ああ、わかるよ。同感だな。でも、あなたとなら一緒に見てもいい。じゃあ、僕はそろそろ。顔色も良くなったみたいだし。私何かお礼を。いや、気にしないで。もう遅いし、気をつけて帰るんだよ。かっこよくて優しくて紳士的。まさに完璧。私、この通り沿いのファミレスでバイトしてるんですけど、よかったら今度来てください。お礼に何かおごりますから。それから2週間、彼は現れず、私の思いは募る一方で。だからあの日、バイトが終わって店を出て、彼が私を待ち伏せしていることに気づいた時には、もうどうにも止まらないくらい恋に落ちていた。彼の薬指の指輪にはすぐに気づいたけど、気にしないことに決めた。私は彼を本気で愛していたし、愛されているって信じてた。だけど私は彼のことは携帯の番号くらいしか知らなくて、どこに住んでるかも、どこの会社に勤めてるのかも知らなくて、会えるのは月に 2,3 回程度だし、会えてもドライブラブホのひたすら密室コースだし、それでも愛されているなんて勘違いも甚だしいって感じです。もしあのまま彼と付き合い続けていたら、私の青春はどんどん裏ぶれていったに違いない。別れられて幸いだったと前向きに開き直ろうと思います。春から通う地元の美術学校は共学なので、素敵な出会いを期待しつつ一生懸命頑張ります。卒業生代表、小松菜奈。はあ、つまりあんたはここに男あさりに来たわけね。違うよ純ちゃん、私は真面目に絵の勉強がしたくて。それはよかった。どう見てもその髪型じゃ男にモテそうにないもんね。嘘。それより私、重大なことに気づいたの。私が今まで好きになった人って年上ばっかじゃん。それは重大なことなの？相手が年上だからうまくいかなかったのかも。この学校なら同い年の子がたくさんいるし、きっと話題とかもあって素敵な声が生まれそうな予感。やっぱり男あさりに来たんじゃ。とにかくもう一目惚れはやめなよ。目が合ってしまった。瞳の綺麗な男の子と。何？なんでこっちに来る？純子、純子だろ？庄司？そうだよ、庄司だよ。髪伸びてるから分かんなかったよ。懐かしいな、おい。中学卒業以来だから3年ぶり？そんなことより、なんであんたがここにいるの？最悪。え？また騒がしいのが一人増えたよ。もうやだ。ああ、友達？騒がしいの？うん。女子校からの腐れ縁で、騒がしいのなんの。お名前は？小松菜奈です。はじめまして。遠藤庄司です。よろしく。笑顔も素敵。
俺もさ、高校の時からのダチと一緒なんだ。はじめまして、高倉京介です。こっちも素敵。ハッピーキャンパスライフの幕開けだね、ジュンちゃん。キャンパスライフがどうしたって、あたしら大学生じゃないし、専門学校生だし。ごめんなさい。でも大丈夫、庄司くんは純ちゃんの持ち札だもんね。横取りしたりしないから安心して。持ち札？あんたなんか勘違いしてない？私はあんたの以前にも増した節操のなさを咎めてるだけで、庄司のことはただの友達としか思ってないけど。嘘つき！あんなかっこいい男の子と同じクラスだったら好きになるはずだよ、絶対。私はあんたとは違うの。中学の時は男友達なんていっぱいいたし、いちいち惚れたりしないよ。男友達がいっぱい？そっか、そういえば私今まで男友達なんて一人もいなかった。なんで？あんたは男を同じ人間というよりオスとして見てるからね。なるほど、そうか、同じ人間として。よし、決めた。私、庄司くんと友達になる。は？友達って決意してなるもんなの？でも決意とかしとかないとうっかり惚れちゃうかもしれないし。いや、惚れたら惚れたでしょうがないとは思うけど、まああんたの場合、まずは友達から入るのはいい経験かもね。ありがとう、純ちゃん。私頑張る。何を？はい。あ、庄司？いや、ドキドキしなくていいんだった。じゃあうちおいでよ。友達なんだし。ジッセイ、お邪魔します。おお、いい部屋じゃん。地元民なのに一人暮らしとは贅沢者ね。だってうちから学校遠いんだもん。俺だって遠いのに。庄司はばあちゃんと離れて暮らすのが寂しいんだよな。実はそうなの。高倉くんはうちどこ？ここの近所。近所ってどの辺？コンビニの裏の辺。マジで近いね。友達、友達。なんかおとなしいね、ナナちゃん。騒がしいって言ってたのに。もしや人見知りするたち？いや、そんなことないっす。しまった、友達に敬語使うのは変かも。まあ、もしかして女子校だったから男が苦手とか？全然そんなことないよね。ナナにはつい最近まで彼氏もいたし。純ちゃん、いいじゃん。今日はとことん腹割って話して親睦深め合いましょうよ。じゃあとりあえず乾杯だな。そうか、男友達だから腹割んなきゃいけないんだ。乾杯。早いとこ酔っ払ってしまおう。そしたら緊張もほぐれる。それでね、その次の一目惚れは宅配ピザの爽やか吉田さん。爽やか吉田だって爽やかなんでも笑顔が超爽やか。もうそこの二人飲みすぎ。でもね、ピザばっか取って3キロも太っちゃったのに、彼ったらバイト辞めちゃったのか二度と来なくなったの。太りゾーン。面白い、奈々ちゃん最高。それ以上飲むな。まあいいじゃん、面白いし。で、次は誰？次の人はね。あ、マジにまだいるんかよ。次の人は名前も知らない人だった。もう会えないのかと思った。名前も聞いてなかったし。浅野隆。やめて。そんな名前、どうせデタラメのくせに。ナナ？泣き上戸。おいおい、どうした、いきなり。いや、ナナ！ごめん、正直気にすんな。ズンちゃん！もうナナ、あんた飲みすぎだって。触らないで。私のこと愛してもないくせに。触らないで。純子、俺そろそろ帰るよ。終電なくなるし。ああ、そっか。あんた遠いもんね。ああ、それから、京介寝ちまったんだけど、転がしといていい？ああ、いいよ、別に。
すまんね。じゃあ。あのさ、庄司。ん？あんた、彼女いないよね。俺に惚れたか、純子。なんだよ、その顔は。俺だって高校の時は彼女の5人や10人いたんだぞ。今はたまたまいないだけさ。やっぱりね。あんた今日、七狙いでうちに来たでしょ。でも、奈々ちゃん、俺のこと、嫌い、嫌って。そうでもないんじゃない？あんたのこと一目見て、素敵とかかっこいいとか、いろいろ言ってたし。嘘！ま、せいぜい頑張れよ。何それ？ここはどこ？あったまった！何これ？あ、そうか、ここチュンちゃんの部屋だ。庄司くんと京介くんが来て、乾杯して、それから。なんかよく思い出せないけど、楽しかった気がする。あいっと、ああ。しかし、無断外泊だよ。やっぱ。チュンちゃん、頭痛薬。いやーほら、なんていうかさ、一晩じっくり話してみたら意気投合したっていうか、魔が差したっていうか。何言い訳してんだろ。いやー、俺は純子のこと一目見た時からいいなと思ってたけど。よく言った、京介。あんたは偉い。恋に落ちるのは理屈ではない。奈々ちゃんは一目惚れの鉄人だもんな。え、鉄人って何で知って？ああ、純ちゃんのおしゃべり。自分で喋ったんじゃん。覚えてないの？嘘。いやもうこんな時間か。ほら、うち戻って着替えてから学校行くよ。ナナは戻ってたら遅刻だね。なんか服貸そっか。喋ったって、何をどこまで？だから美術の岡本から始まって、ビデオ屋の中村、厨房の川崎、ピザ屋の吉田、面白おかしく喋ってたよ。そんなバカな。でもナナ、浅野さんのことまだ忘れられないんだね。そんなことないよ。もう忘れたよ。面白おかしく人に喋っちゃうくらい。いや、泣いてたよ。あいつの話は、あんた泣いちゃって何にも喋んなかった。ねえ、ナナ、庄司のこと気に入ったんならさ、私取り持ってあげるよ。純ちゃん、自分だけ京介とできちゃったことがそんなに後ろめたい？そうじゃなくて、庄司はすごくいいやつだから、恋人に対してもきっと誠実な男だと思うんだ。あいつならナナのことを大事にしてくれるよ。私が保証する。純ちゃん！純ちゃんが男だったら絶対純ちゃんの彼女になるのにな。やだよ、私は。あんたなんかマジでよ。でもいいの。庄司くんとはせっかく友達になれたんだもん。は？庄司くんは大事な男友達だよ。彼氏なんかにしたらもったいないじゃん。彼氏なんか？純子！ナナちゃん！おはよう。よかった、元気そうだな、ナナちゃん。超元気だよ。二日酔いで頭痛かったけど、薬飲んだら治ったし。庄司はいつの間に帰ったの？庄司ってもう呼び捨て。マジ？まあいっか。英語？ああ、ナナちゃん好きって言ってたろ。今度の日曜とか暇だったら一緒に見に行く。私映画は一人で見る主義なの。隣に友達がいたら気が散るっていうか。はあ、わかるよ。同感だな。やったー！そんなに私が許せないの、大魔王。大魔王？恐怖の大王だよ。祟られてるんだよ、私。なんじゃそら。自分がどんくせだけじゃん。ほら、手出して。しょうがねえだろ。ほっといたら加入してどんどん痛くなるぞ。ほっといたら。まだ忘れられないんだね。忘れられないどころか、どんどん加入していくよ、純ちゃん。時間が経てば経つほど、思い返せば思い返すほど、彼の一挙一動が全て嘘だったように思えて、気が遠くなりそうなくらい痛い。このままだと体中が腐りそうだ。そんなの嫌！落ち着け！手当ては完璧だ。こんな傷すぐ治るから。
ありがとう。優しいね、庄司。いや、そんなこと、ちょっとはあるけど。ねえ、庄司。恋の傷は、どうすれば治るかな。え？恋？私はね、やっぱり、新しい恋をするしかないと思うの。どう思う？そう思う。ナナ。よし、決めた！庄司、この街で一番オシャレな若者が集う場所ってどこだと思う？若者？そう、スーツとか着てない若々しいもの。ゲーセンとか？ダメダメ、ガキもいるし親父だっているじゃん。第一オシャレでない。じゃあ、やっぱクラブかな。ビンゴ！恋をしよう。新しい恋をするんだ。消えてしまった恋を思って泣くのはもうよそう。恋をしなくちゃ。もっともっとたくさん恋をして、こんな惨めな自分は闇に葬るんだ。こんばんは。この707号室から皆様をナビゲートします、日本テレビアナウンサーの鈴江奈々です。さあ、今週に引き続き来週も小松奈々編です。京介に一目惚れの鉄人と言われてしまった奈々、次なる恋へまっしぐらってうまくいくんでしょうか。また来週お会いしましょう。グラムール美容専門学校の提供でお送りしました。